100日でエニアグラムを理解するシーズン2、今日はタイプ8の三浦和義さんです。キングカズ、図ではここに位置します。もう皆さんご存知の通りですね、もう驚異的ですよ。驚異的、本当に驚異的。私52なんですけども、もうこの年で現役をやってるっていう、もう信じられないんですよね。でまあ、ピッチで走れること自体もすごいですけど、まあ、チームとして一員で、まあ、活躍してて、一部では、客寄せパンダ的な批判が、来てて、それに対してどう思いますかって言われたりしても、いや別にパンダだっていいよ、クマじゃないんだよ、パンダじゃないとこういうことできないんだよ的な発言をされてて、もう最近はそういうことにも柔和ですよね。柔和っていうか本当にもう受け答えも穏やかになりましたけども、昔は本当にもう闘志みなぎっててですね、もうタイプ8のオーラバシバシいっぱい出てたんですよね。でそれの一番象徴的な事件というか出来事が、もう若い方本当知らないと思うんですけど、ジョホーバルの真実っていう、まあ、これと記事がありましたけども書いておきますが、2対1でもうビハインドされてて、ビハインドしてて、もうこれに勝たないともうワールドカップ出場できないっていう、もう勝負の一番でですね、当時も成り立ての岡田監督がカズと中山をですね交代させるんですよ。で誰もが驚いた、当時も、エースでしたから、もうエースだけども、もう走れない、もう疲労がもう蓄積して走れないという状態だったので、これが結果に結びついて、岡田監督は素晴らしい采配とされたんですけども、その直後にですね、あと交代したジョーが1点入れて2対2になって延長になりましたからね。でその時ですね、俺も変え、中山変えるのはいいとして、俺も変えるのか俺も変えるのかって、こう自分指差しながらこう確認するっていうシーンがあってですね、これがものすごく象徴的なんですよね。俺はどんなことがあっても最後までやりきるっていう、もう覚悟でずっとやってるし、そういう自負があるし、タイプ8としてそうやってるのに俺を変えるのかってこう確認してるっていうのが ものすごく象徴的でした。まとめです。タイプ8のキングカズさん、もう現役レジェンドですね。J リーグの創世期からずっとやり続けてる、もうすごい方です。